はい、ワコチャンネルの小屋です。古山です。はい、来ました、 GTI。 じゃんじゃん今日はこれを乗っていきます。はい、ちょっと今日はね、小屋さんではなく私が、はい、レビューということで、レビューをできるのか知りませんが、はい、やってみたいと思います。はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。では行ってみましょう。スタートしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あ、メーターがすでにあれですね、GTI モードになってます、ね。そうですね。専用のモードになってます、ね。真ん中に回転数ですね。はい。回転数と、はい、あと出力、そして下級圧。ね、見られるようになってますね。はい。まあ、いわゆる三輪メーターという、はいはいはい、スポーツカーだとよくありますよね。そうですね。ことができるんじゃないかなと。やっぱり非常にスムーズな出だしが、今ノーマルで走ってます。現状ノーマルですね。はい、はい、この車は、装備としましては、ディスカバープロパッケージに、はい、テクノロジーパッケージ、はいはい、でさらに DCC パッケージがついていると。そうですね、はい、なので後ほどサスペンションの硬さ調整などまずそもそもはホイールが19インチですね。そうですね、はい、あ、ここまで別にそんなに、うん、乗った感じそんなになんかすごくカツカツしてるというか、ね、表面の感じもコツコツしてる感じはしないので。そうですね、ノーマルモードでもマフラー音がいいですね。そうですね、やっぱり耳からもね、ちょっとエンジンをマフラーを開いてみるとちょっとやっぱり気分が高揚しますね。そうですね。ちょっと外観に入っていくかな。はい、はい、お願いします。まあ、やっぱり GTI の本領発揮ということですね。そうですね、はい、まあ、あの法定速度内で、はい、ちゃんとルールを守って守りつつ楽しみたいと思います。そうですね、はい、ではちょっと加速をしてみます。はい、おお、あ、すごいですね。すごい、結構このさすがにすごい、まあ、ちょっと今加速したので少し速度上がりましたが、はい、まあ、大体80キロぐらいの、そうですね、80キロから100キロ以内で走って、まあ、流れに乗ってね、いきたいと思います。そうですね、流れ大事ですから。そうですね、はい、いやでもなんかしなやかにグッと加速していく感じでしたね。かなりパワフルなやっぱりエンジンですね。ですね、うん、でもなんかこういい意味で荒々しくはなかったです、今のこのノーマルモードだとですね、うん、結構ね、はい、割と確かに加速感はありましたが、ありますね、はいですね、余裕のある加速感、すごくなんかね、ジャジャ馬的なところもないですし、じゃないですね、うん、安心してハンドル握れますね。はい、またこの面白いのがね、やっぱりこのメーターがですね、はい、やっぱり加速に合わせてですね、ええ、もう目まぐるしく変わるんですよ。もうリアルタイムで、はい、まあ、出力であったりとか、あとは下級圧ですね、変わっていくのでですね、でもやっぱりね、こういうスポーツタイプの車乗る方はそういうの好きですね。そうですね、でも今まで古山さんはポロ GTI 乗ってきましたけども、まあ、やっぱりゴルフ GTI の方が加減速がジェントルといいますか、ゴルフが上品な感じがやっぱりしますよね。やっぱりちょっとポロの方が、まあ、軽さもあってなのかちょっと荒々しいところが正直あるので、うん、ね、やっぱりその好みでだいぶこうどっちを選ぶかっていうのが変わってきますよね。そうですね、ジャジャ馬っぽいのが好きな方はやっぱりポロですしね、うん、シフトは下に出てるだけですね、今とね。そうですね、でもまあ D しか出てないですね。そうなんですよね、やっぱり GTI でも D だけ、まあ、多分スポーツモードにすると出てくるっていう感じですね。出てくるんですかね、まあ、やっぱそこは一緒ですね。で
もちょっとあれですね、パドレスだとやっぱり昔に比べると感度ちょっと高くなってますよね。ああそうですか。なんかタイムラグがなんか昔ちょっとワンテンポね、なんかちょっと遅かったイメージがありましたけど。へえー、あーですかね、うん、まあちょっと加速の時に試してみますか、うん、はい、よろしくお願いします。まあ、せっかくちょっと混んでるので GTI のトラベルアシストを試してみましょうか。はい、オンにしてトラベルアシスト、はい、有効になりました。10単位で上げるときってこれ、あのスライドですね、はい、10キロずつ上げるときは、はい、上にスライドですね、プラスの方にスライド指を押していただくと、押すと1キロずつ上がっちゃうんですよ ね、はい、またこのトラベルアシストもいいですよね。すごく楽です。やっぱりトラベルアシストになって、あのこういう低速でもちゃんと車線を読んでくれる、あの再加速今してくれましたけど、再スタートしてくれましたけども、ハンドル握ってるだけで再スタートしてくれるっていうのはやっぱり今までの ACC とは違くて、さらにこう快適になりましたよね、はい、ちなみに言うとこの GTI はマイルドハイブリッドでは実はないんですね。ないですね、これはね、はい、ですね。ですけれども、オートホールドの解除ですとか、まあ、走り出しですねのところがかなりスムーズな感じでした ね、 そうですね。この渋滞中も何も気にならないですよね、うん、先ほどから渋滞しているのでストップアンドゴーしてますけれども、その間も、まあ、軽くハンドル握っといていただける。そうですね、はい、ちなみに指3本以上がハンドルにかかっていれば反応してくれるいいらしいですね。いい形になってます。2本だと、はい、あれですね、ちょっとビューボタンでクルーズの画面にしてもらってもいいですか。はい、やっぱ結構全国の皆様からもこのお問い合わせが多くて、車線横の車線が出ないんですけどっていう結構お問い合わせをいただいてるんですが、やっぱりこれ高速、私どもも高速道路じゃないとこの画面上に2車線画像っていうのは出てこないですね。そうですね、はい、ちなみにブレーキ踏むとどうなりますか。ブレーキ、この状態でブレーキ踏んで、はい、ああクルーズキャンセルするとこうですね。こうですね、はいはい、ではもう一度う一、はい、これクルーズコントロールだけだとこの状態、そうですね、トラベルアシストにするとこの状態ですね、はい、これになります。はい、はい、ですね。今の結構重要だったんじゃないですかね。そうですね、はい、でブレーキ踏んだ後再スタートするのはおすすめとしてはリジウムボタンを押して、ね、速度を固定していただいて、でトラベルアシストのボタンを押すっていうのがベストかなと。いきなりトラベルアシストをしちゃうとまた30に戻っちゃう。30に戻っちゃうんですよねなんでやねんって感じなんですよね。あれでれれみたいな、はい、また速度上げていかないといけないので、リジウムボタンを押してからトラベルアシストボタンというのがベストかなと思っております。じゃあここで一旦、はい、外観は降りてみようと思います。トラベルアシストこれで押すと、はい、こんな感じです。こんな感じです、はい。なので先ほど上の外環道を走っているときはあの横の車線も読んでましたけども、今トラベルアシストを押しても下道では1車線しか出ません。そうですね、はい、袋はモードを切り替えて、はい、スポーツモードでちょっと和光に向かいたいと思います。はい、はい、では切り替えていきます、はい、路面の硬さといいますか、少しショックが硬くなった感じですね。硬くなりましたね、はい、じゃあちょっと入ってみます。なかなかちょっとマイクで撮れてるか分からない。やっぱりちょっと踏むと違います。そうですね、やっぱりちょっと違いますね、はい、でまあ、マイクをちょっと切り替えます。今ちょっと私少しゆらゆらしておりますけど、はい、クイックですね。クイックですね、ステアリングは、はい、ちょっと切ってるだけなのにかなりグイグイ曲がっていく感じです。動いてますね。またでも以前あの古山さんも言ってましたけど、あのこれスポーツモードにするとサスペンション硬くはまずなるんですけど、
でも路面状況を見ながら自動的にこう切り替えてるんですよね。そうですね、はい、かなり の, あの毎秒いくつっていうなんかかなり細かく切り替えてるようなのでね、うん、そうですね。なので固くしながらも必要のないところでは柔らかくしたりとか、うん、まあ、コーナーが迫ってきたら逆にちょっと固くしたりとかっていうのを自動的にやってくれてはいるんですよね。そうですね、はい、なので固くなったなっていうのは分かりますけども乗り味としてはすごくいいです、うん、結構外観は継ぎ目が多いんですけどもね、うん、なんかうまくいなしてる感じがしますね。しますね、ここいいですよね。この継ぎ目全然違和感ないですね、うん、収まりもいいですからね、はい、なんかすごく不快な感じはしないです。しないです。いいサスペンションですねこれね。やっぱりまあ昔の車19インチで足回り固めてるっていうだけだと突き上げがひどかったりとか、はいはい、突き上げ抑えてもショックが大きかったりとかですね。そうですね、うん、下か上かどっちか雑な感じになってましたけどね、はい、やっぱり違いますね全然。ちょっと今2速で、はい、マニュアルモードを使ってマニュアルモードを使って加速してみます。はい、まあ、ちょっと速度上げてしまいましたが、かなりハドルシフトって私すごいイメージとしてちょっとワンテンポ遅れるかなっていうような感覚があったんですけども、非常にスムーズにシフトアップしてくれる感じがありますので、ちょっと運転する楽しさっていうのはハドルシフトでも楽しめるんじゃないかなと思いますね。それにしてもすごい加速でしたね。すごかった。なんかカメラ持ってるのが大変だくらい、いつまでも加速し続けてくれるんじゃないかという本当ですよね。さすがにね息継ぎしそうな感じですけど、うん、それも全然なかったですからね。そうですね。でこういう雨でねちょっと路面状況が悪いっていうふうには思うんですが、はい、結構加速してるときは全然そんなの感じなく、そうですね、うん、うまくそのあたりっていうのがね結構いろいろと電子制御が入ってるとは思うんですけども、うん、調整してくれてより快適に安全にスポーツ走行を楽しめるようになってるんじゃないかなと思います。そうですね。私はあんまり詳しくないですが XDS ですとか、そうです ね、その辺、うん、まあ独立左右独立制御させる機能っていうのはかなりこう充実してますからね、この GTI はですね、はい、まあ、その辺が効いてるんでしょうね。そうですね、かなり今回はねプラスアルファでね機能もついてますから、はい、セブンと変わったところっていうとなかなかちょっと難しいかなっていう感じもしますけどね。そうですね、後ろに乗ってる感想としては、はい、すごく高級車に乗ってるような感じ、ちょっとスポーティーなホイールタイヤをつけた高級セダンに乗ってるみたいな感じですね、はい、そうですね、乗り味はすごくいいけどシャキッとしてるっていう感じですね、うん、もうちょっとやっぱりセブンの時の方が、まあ、7.5 のパフォーマンスとかの方が荒々しかったかなっていう感じは後ろに乗ってるとあるかもしれないですね。うまい具合で本当に両立してる感じの車になってるんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね。こういったスポーツタイプですけども、まあ、見晴らしも良くてですね、見切りもいいですね、うん、はい、まあ、さすがねゴルフっていうところありますね、はい、ですね。もちろん GTI であっても後ろの居住性なども抜群です。とシートはスポーツシートですね。これはレザーシートなしになっておりますので標準の、はい、GTI のスポーツシートになっております。まあ、チェック柄はね、やっぱり GTI のアイデンティティなので、はい、こっちがいいって方も多いですよね。そうですね、 GTI というパッチング、はい、この辺もハニカムのデザインが施されている専用のパネルですね。でステアリングは R ラインと同じですね、タッチセンサー式です ね、 ですね。でスポーツステアリングという形になっています、まあ、シートステアリング系は同じですね、 R ラインとですね、はい、でこの非接触充電のところにはトレイがついている、ね、これかなり、ね、いいですよね。まあ、下で充電しつつ上にも何か置けるってなってもらいます、ね、はい、ではお店に戻ってきましたが小山さん、はい、締めありますでしょうか。久々にこういう車に乗ったので、はい、笑みがこぼれました本当ですね、はい、楽しくなりますね、楽しくなりますね、はい、やっぱりね
車はね今電気車とかいろいろと言われてますけども、はい、やっぱりこういう車も必要かなっていうふうには思いますけどもね、私の個人的な意見ですけどもね。そうですね、はい、と思います。間違いなく楽しんでいただけるお車になっております。そうですね、はい、で多少あの GTI の在庫というのもちょこっとあるにはあるので買える可能性もあります。そうですね、はい、まあ、あとはまあちょっと待ってはいただくような形ではあるんですけども、はい、あのご注文いただければ今のところはね、うん、まあ、注文も受けられるっていうような状況では。そうですね、まあ、納期かかっても大丈夫だよっていう方はもうぜひぜひ、はい、あのお好きな仕様でご購入いただければと思います。はいはい、でもそれもちょっと限りがあるのでね、ちょっとどうしても、年内にとかっていうふうに思ってる方はちょっと早めに。そうですね、ちょっとご相談をいただければと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では今日のご説明は以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。